ももちゃんです。今日は質問をいただいてた質問50問を答えていきたいと思います。50問、多分同じ内容のやつももしかしたらあるかもしれないんですけど、もしかしたらいくつかあったんですけど答えていきますね。パンパンパンと答えていけたらいいな。いきます。1問目、給付金もらえますか？一応もらえます。てか私っていうかね、親がもらうはずだから多分もらうと思います。2、彼氏いますか？彼氏いますかって質問、さっきもなんか一回で一通り読んだ時確か 2,3 回あった気がするんですけど、彼氏いますか？ですね、彼氏はいてもいなくても言わないスタンスで行こうと思ってるので秘密ですはじめまして作ってると、はじめまして、いつか料理を作ってる動画を見たいです。で、料理動画撮りたいなと思ってるんですけど、撮るのもなかなか難しくて、いつか撮れるように頑張ります。待っててください。5番目、麻痺してる方の肩痛くないですか？麻痺してる方の肩、麻痺してる方の肩も痛いですし、右の麻痺してない方、こっち右側なんですけど、右の肩も痛いです、ももさんに質問です。はい、ももさん好きな食べ物何ですか？私が好きな食べ物はお肉とフルーツと野菜かな、好きです。お菓子はマカロンが好きです。でもね、美味しいマカロンじゃないと好きじゃないから、年に1回食べれたら嬉しいなって感じです。この前自分で買いました7問目、得意な料理とかあったら教えてください。得意な料理、基本何でも作るけど、得意な料理、作って楽だなと思うのはパスタですね。パスタ作るの簡単だし、なんか一品で済むから得意っていうか、時短料理の中にパスタは入ってる。得意ってなんだろうね、わかんないですごめんなさい。電子マネーは使ってますか？8問目ですね。電子マネー、使ってます。基本電子マネーとクレジットカードを使ってます。クレジットだってデビットを使ってます。と、財布は基本最近使ってないで、財布一応持ち歩いてるけど、携帯で基本ね、お金払えるから iPhone 使ってるんで、 PayPay だったり、あと iPhone の Apple Pay ってですかね、クレジットカードを中に入れれるから、それで支払いしたりとかしてます。そう、麻痺になってからやっぱ現金出すの大変で、もうめんどくさいんで、あんま最近小銭使ってないし、小銭使ってないです。なんで現金しか使いませんっていうところのために、一応現金持ってて、そこでは基本現金しか、現金って大きいお札しか出さないで、あとは小銭出たら家に帰ってから貯金箱に入れてます、豚さんの次が9問目、本書いてるんですか？本書いてます。去年の4月に本屋さんに並んでるかな、本屋さん並んでない場所だったら、10問目が「Keep Your Smile」どこで購入可能ですかって来て、じゃあその説明も一緒にします。Keep Your Smile、 これね、 Keep Your Smile、 これ私の本なんですけど、この本は本屋さんにもし売ってなかったら取り寄せ可能で、あとAmazon だったり楽天で買うことができます。あとセブンネットだっけ、セブンイレブンのセブン図書なんだっけ、セブンイレブンのやつとかでも買えるって聞いてます。今なんか楽天では売り切れてるらしくて、 Amazon もちょっと売り切れてるけど、数日すれば届くって聞いてます。よかったら読んでください。
次が11番苦しんでることどんなこと悩まれてましたか。あんまり悩まないタイプなのかな。あーきついなー苦しいなーと思っても今この時を乗り越えれば楽しいことがあると思っていつも乗り越えてますね。時間が過ぎたらこのことを忘れるみたいな、嫌だなと思ってもまああと5年後すればこのことも嫌だなと思わないんだろうなと思って日々過ごしてます。嫌なことがあった時は。日中のルーティーン12番に日中のルーティーン知りたいです。日中のルーティーン今はお仕事始めてるんで朝お仕事午前中お仕事行ってんの朝午前中お仕事行って午後は取材だったり撮影だったりとかあと YouTube のことしたりとか自分のリハビリ運動したりとかしてます。で今コロナの時期だから撮影とか一切ないんでバンバン YouTube 上げれたらなと思って頑張ってるんですけど結構ねお仕事疲れるんで最近ダウンしてます。なんか載せたり載せなかったりって感じすいません。と日中のルーティン13番歩行の時につま先が効くのですが何か対策や改善方法など情報があれば知りたいです。んあつま先が開くだすいません。つま先が開いて歩いちゃう。でもそれは足を内股の筋つま先が開くかつま先が開く難しいね。足がぶん回しとかだったら何だろう内側の筋肉を鍛えればいいからボールを挟んだりとかして運動する方法とかもあるしつま先が開くのはどうしたらいいんだろうね。私はふくらはぎっていうかハムストリングスだっけふくらはぎらへんねハムストリングスってどこだっけ太ももだか足の裏側の筋肉が硬いんで毎日起立台っていうストレッチ台に乗ってストレッチしてます。足がそれがね開かないようになるのかわからないけどちょっとすいませんこの質問は難しいです。今14番です。今29歳なんですけど自動車の免許取ってないですか変ですかすみません。いや謝らないでください。いや全然変じゃないと思います。まあ住んでる場所でもし自動車免許が必要だなと思うんだったら頑張って取ることをおすすめをしますが、ね、住んでる場所によってはね免許いらなくても過ごしていけるところたくさんあるから。私の知り合いとかでももう30過ぎている方とか友達のお母さんとかでも福岡に住んでる友達のお母さんは免許持ってないっていう人いますし、ね、佐賀だったら私佐賀に住んでるので免許あった方がいいなと思ったんで去年頑張って取りました。でもね取らなくても実際取らなくてもいいと思います。取らない方がね人生トータルじゃ多分格安だと思いますよ。免許取るのにもお金かかるし車代にもお金かかるしガソリンもお金かかるしねいろいろお金かかるからね変ではないです。別に気にしちゃダメですそんなこと。15番思うこと麻痺になりすぎたって思うかな。ね、さっき質問読めなかったね。一回あくまでも俺の考えだよね。だよだってダメってまたたまに成功したの。これはちょっと綺麗に読みましょうね。ごめんなさい。思うこと麻痺に慣れすぎたことかな。
なんか一つダメ元って言葉あるやん。ダメ元って告白するとか、あくまでも俺の考えの方だけどね、ダメ元っていい言葉だと思うよ。だってダメ元がたまに成功しちゃうもん。だから人生楽しいと思ったりもする。ダメ元で失敗して当たり前、成功したら男前って。俺は麻痺になって不安に思った時期あったけど、もともと健常者の時、健常者の頃からこんな考えあったからできないって諦めるのではなくて、片手のスペシャリストになればいいやって感じです。だから僕にとって思うのは、麻痺の僕たちができることがその人にできるかわからないけど、考え方は真似することできるやん。だからそういう考えのを参考に日々リハビリに励んでもらいたいと、他の麻痺の方に思うかな。だって16番かな。これから質問じゃないごめんなさい。これから挑戦したいことやりたいことお願いします。これからやりたい挑戦したいこと、今挑戦しててまだ実践できてないって言ったらおかしいけど、実践今挑戦中のことがあって、化粧品作りをしてるんですけど、今コロナでね、ちょっと今中止っていうか延期って感じでね、全然形になってないんで、それをやり遂げたいっていうことはやりたいことかな。挑戦したいことはそれに関してまだ全然進んでないから、挑戦したいことたくさんあります。あと YouTube をね、チャンネル登録者数を増やして、もうちょっと動画配信できるようになったらなと、動画だったりライブ YouTube とかでライブしたいなと思ってます。17番、朝夕方交通法動員、旗持ちおじさんおばさんについて、非常にありがたいが車を止めたりしない、報道し、ね、誘導しないでほしい。あなたに権利はないので。それと自転車を乗られてる方、右側通るな、傘さして乗るなかな。だって受ける。これはみんなに伝えてほしいって話かな。でもこれ大事なことでもあるよね。まあ安全運転をしましょう、自転車の方も車の方も。私も運転し始めて気をつけてます。18番、ももちゃんは彼氏いるの。さっきも言いましたね、飛ばします。19番、本当に私ごとになってしまうのですが、もしコンタクトレンズをしていたら片手で装着方法を知りたいです。あとヘアアイロンの仕方、眉毛の整え方、メイクですかね。コンタクトレンズ装着してます、目悪いので。の片手の方法は YouTube にアップしてます、付け方と外し方。ももちゃんコンタクト付け方とか、ももちゃんコンタクト外し方、多分検索してもらったら出ると思います。一応概要欄にも載せときますね、そのリンク。あとはヘアアイロンの使い方。ヘアアイロン、ストレートの方は結構簡単に私やってます。巻くのは、これは巻いてるんですけど自分で。これはアイロンじゃなくて、コテでもなくて、ダイソンのエアラップだっけ、吸い込んでくれるやつ、あれを使ってます。結構おすすめです。今までで一番感動した映画や歌は何ですか。映画、私は親愛なる君が一番泣いたかな。多分チャニング・テイタムっていう俳優さんが出てるんです。その人が私のタイプで、タイプなんだなと思いました。かっこいいと思って、が映画が結構好きです。感動した曲、歌か、歌、
最近ハマってる歌は猫っていう曲、あいみょんが歌ってる曲で、あ、名前なんだっけ、竹、竹って書いてあったけど、え、竹る、竹る違う、ん、あの僕たちがやりましただっけ、違うね、なんかそう、カバーしてるね、あいみょんの猫をカバーしてる人が、男性がいて、その人の歌が今最近来てます。名前忘れてるのにね。うん、21番、んじゃあストレートに、気になる人はできましたか。恋愛の話ですね。気になる人結構しょっちゅう、この人気になるわなって思う人いますよ。でもそこで好きになるか、そうじゃないかはまた別物ですからね。22番、こんばんは。質問したいことは、現在薬を飲んでいますか。飲んでいません。あと頭痛がしたりとか、かなり肩が痛いときはロキソニンだったり、その痛み止めが入ってる、なんか整形外科の先生が出してもらったこの薬を飲んでます。あ、22番も質問いくつかあった。日常生活に気をつけていることは何ですか。うん、私結構貧血だったり水分が不足で熱中症的なことになったりとかするんで、水分をしっかりとったり、鉄分が不足しないように毎日サプリ飲んでます。毎日欠かさずやってることありますか。毎日欠かさずやってることは体重計に乗ることと、夜筋トレしてます。23番、でも今のいくつかあったかね、何番になるんだろうね。まあいいや、次の23番ってことで。23番、将来一人暮らしできそうですか。将来一人、多分今でも頑張ったらできると思います。でもしませんね、一人寂しいから。したいなと思うことあるけどしないですね。24番、こんばんは。聞きたいことは、退院した後の生活について教えてもらいたいです。僕は2月末に退院が決まりました。会社も半年休職している状態で、正直不安もあります。もういい大人ですけど、仕事も今まで通りできること一つもない状態なので、できるかなと考えることばかりなので、何か参考になることを教えていただけたらと。私病気になった時高校生だったので、同じ状況じゃないけど、でも仕事のなんだ雰囲気、職場を知ってるっていいですよね。私の場合はね、最初から挑戦だったのに、何をするのか何ができるのか全くわからないっていう状態だったから、その仕事をこれから戻るってことは、ある程度今まで何をしてたかってわかるから、それについてリハビリをすることが多分できると思うので、リハビリは頑張ってみてください。あとね、自分ができないことをちゃんと明確にして、上司だったりそういう、ね、先生たちのお話するっていうのも大事なことだと思います。いいかな。25番、リハビリはどのくらい通っていますか。普段自主トレーニングとかしているか、車の免許取っているか、靴の結び方どうやっているか知りたいです。よろしくお願いします。リハビリは週1回ですね。まあ多くて2回、基本週1回です。そのなんだっけ、リハビリの単位の関係で病院側からそう言われてるの で、私は整形外科に通ってます。と車の免許は取っています。靴紐はどうやって結んで、あ、靴紐の動画は YouTube に載せてます。なんでよかったら見てください。まあ、質問いくつかあるね。これ、もしもももちゃんが車の免許取っていたら、ハンドルなど
けている装具いくらかかっているか、普通の自動車普通の教習所で取れるかとか気になります。私が持ってる、私車はまだ持ってないんですけど、ハンドルにつけてるやつはノブってやつで、それはなんだろう、そういう装具なのっけ、車につける部品を作ってる会社、その麻痺の人とかそういう人たちのために作ってる会社があってる、そこで革だったらいくらとか、ゴム製だったらいくらとか、大体1万円ぐらいでしたね。でもなんか車の会社によってトヨタだったりホンダだったりそういうところから出してるんで、多分ピンキリだと思います。楽天とかアマゾンとかだったら 2,3,000 円で売ったし、なんかスイッチ、本プップってするやつとかもついてるやつとかだったらホンダにも売ったし、いろいろ調べました。